ってんだみたいな感じになると思うんですけど、投げたら分かりますね。はい、それではですね、年に1回、画期的な商品を作ると、はい、自分は一生懸命、考えてですね、2012年コンドルフライト、懐かしいですね。懐かしいよね。懐かしいですね。早い一体型、はい、ね、はい、フライトシャフト一体となったものでしたけどね、浸透してきました。はい、もう踏む人いないですね。もう踏む人はいないです。最初踏み寄ったんですけどね。はい、それとやっぱこうハウスダーツと言われながら頑張ってデザインコンドルを作ったりしてですね、今に至って、今だいぶ浸透してきました。これが2012年、はい、今がちょうど5年前、5年前ですね。年に1回作るって決めてるんですね。翌年がコンドルティップ。コンドルティップ、なんでコンドルティップを作ろうと思ったのかっていうのは、やっぱりこうネジが緩まず折れにくく、そして刺さりがいいっていうコンセプトで作らせてもらいましたけど、これがまたおかげさまで今かなりシェアを占めてきました。そしてその翌年2014年がトリニダードマルチダーツスタンド。これはですね、トリニダードとしてスタンドを作りたいと。なんでスタンドを作りたいかって言ったら、やっぱり要望が多かった、うん、こうマンションにこう吊るして練習してたら、隣から苦情が来たとか、うん、音が響くとか。確かに。だからこれをなんかこう持ち運び自由 で、うん、でなおかつ壁からちょっと離したりもできてっていうところで、組み立てが簡単で5分で組み立てられるという画期的な、スタンドっていうものを作ってですね、2014年はできました。で2012、2013、2014年と続けて、2015年できずやっぱね、ダーツってなんかこう付属品の場所ってポイントっていうのは少ないじゃん。そうですね、すごい画期的なものを作りにくいっていうのはあって、2016年とできず作れずで、温めてずっと同時並行でやってたのが今回の、やっとできたのがコンドルティップアルティメット。ティップジャンね、なんかティップジャンでちょっとなんかどうなんだろうって感じなんですけど、ね、いやでも画期的ですね。画期的だ、画期的だと思いますよ、うん、なんかないですね。このコンドルティップアルティメット、うん、どんなものかというと、世界最長31mm、 長いんですよ。長いです。長い長い長いです。でかいやろ、はい、従来のコンドルティップがこれ、こんだけ違う。違うよ。違いますね。これ意外とでもないですよね、最長っていう。最長、世界最長31mm、 全然長さ違う。全然違うでしょ、うん、これどういう意図で作ったのかって言ったら、やっぱりこの海外の選手から、ハードやってる選手から長いティップ欲しいって言われてて、で、これ長いティップに制作かかったんだけど、長いからものすごく難しい、うん、いやまあだって去年使ってたでしょ、試作品は。はい、難しいです、ね、かなり難しいと思いました。実はヤンマこのね、試作品でパーフェクト出てたんですよ、はい、その動画がですね、ありますのでぜひご覧ください。揺れてるのよね。そう、ボヨンボヨンボヨンって。で、山飛びが悪いとかずっと試合中にも言われてて、うん、はっきり分かるぐらい刺さりが悪くて、揺れてたんですけどね。うん、やっぱ揺れるって結構ストレスでしたね。ストレスだったよね。
やってみないと分かんないです、ね、そうなの。でそれでヤンマがダメ出し食らって、それがちょうど去年の夏ぐらい、秋ぐらい、秋ぐらいです、ね、秋ぐらいだったね、はい、夏はまだ実験してる最中、そうそう実験さ、ちょうどそれで悪いなと思いながらヤンマ使ってくれてたんですけど、で今回できたのがその揺れを防止して、なおかつ今のコンドルティップより刺さりが良くして、あの本当にバランスよくするとこの形になったという。でこの形に行き着くまでに金型を4回か、4回、長いですね、4回はだって金型1個作るのに約1ヶ月半ぐらいかかる。あでそれからまたデザインを起こすでしょ。そうです、ね、これ4回繰り返すだから、あまあ言うに1年半ぐらいかかる。そうです、うん、まあ、しかもそのために違うって言ってますから。そうそうそう、違うです確かに。でやっぱり投げてて、でこれがもう絶妙なバランスで出来上がったのがこの形なんですけど、これね実は、このコンドルティップより細い部分を長くしてる、うん、細い部分を長くして逆に長い分こう粘り系をがちょっと出てくる。うん、もうずっと投げてて研究 して分かったのが、長い分粘り気が出てきて逆に先は折れにくくなる。知らなかったでしょ。いやでもそれは分かりました。分かる、はい、ただすごいことになってたんで、そう前のやつは、はい、ちょっと長い分なんかグニャングニャン、そうですね、そうそうそう、普通 こっちにしか曲がらないみたいな感じだったのが、うん、曲がった後にさらに違う方向に曲がるぐらいそうなってたんですけど、なんでそれを変えたのかって言ったら、この軸をね太くしてあの安定感でした。それ画期的ですよね。画期的、はい、全然そのどうしていいか分かんないですけど、そこはやめてほしかったんですよ。そうそうそう、それがすごい改良されてますもんね。前の場合ねめっちゃここが細くて、うん、実はここえぐれてるぐらい細かった、うん、それ僕が使ってたやつ、使ってたやつ、はい、それはここで太くすることで安定感を出したね、うん、出したんで、それともう一点考えたのが、やっぱりほらあの最近ほらハードダーツを目指す人多いじゃん、はいはい、このティップでバランス的にハードダーツに近づけようっていう気持ちもあったわけ、うんうん、どっちかって言ったらソフトでこうハードティップを使って、ハードのバランスに近づけようとするような、うん、今度は逆に、うん、ソフトでこのティップを使うことによってハードのバランスに近づけたいと、うん、そういう意図があって、うん、そして俺ティップってめちゃくちゃ大事と思うのよ、はい、これからのティップって、はい、なんでかって言ったらネットカフェとかで投げてセグメントの手入れが悪いとか、はい、結構そんなことない。ありますね。あるでしょ、やっぱり、うん、はい、でティップのせいにされるわけ。あセグメントが悪いの、要するにこのティップだと刺さらないってよく言われてて、うん、はい、いやそんなことないの、ちゃんとセグメントが良かったらどのボードにもきちんと刺さるのに、うん、なんかティップのせいにされてて、それを解消したいのは、だから少々悪いセグメント、まあ悪いセグメントでもどのティップも刺さりませんけど、少々ちょっと劣化したセグメントでも刺さるような商品を作りたかったんです、うん、なので刺さりの良さは、従来のコンドルティップよりもちょっといいのかな。うーん、悪いセグメントにもまあある程度対応できる、まあ完璧には対応できませんけど、そういうティップがコンドルティップアルティメット。すごいすごいです、はっきり言って。いいでしょ、はい、もうアルティメットってどういう意味か分からない。究極って言うんですね。究極のティップの誕生と思っていいです。いいいいですか。いやすごい、もう僕が試験段階の時は明らかに悪かったんで、コンドルティップよりすごいすごいです、そのアルティメットまで持ってったのがですね。そう、はい、ここやっぱこのアルティメットってこれあるこの名前したのやっぱ自信の表れ。そうだと思います。そうだってアルティメットって名前つけて、はい、ティップがボサかったらそれもう本当貧粛でしょ。そうですね、結構名前負けしてない、すごくいいティップだと思います本当に。はい、ちょっとヤンマ投げてくれる。お全然、しゃちょっと投げたっすけどね。投げますよ。はい、おぉめちゃくちゃこれ、おぉなんか刺さる感じがすごいよね。はい、なんかいいですね。いいでしょ。いやすごいいいです。結構もう投げてるっすけど
曲がんないですもんね。曲がんないです、はい、全然抜けもいいっすね。抜けもいいってなかなかないんじゃないですか。すごい、これやっぱ長い分なんですかね。そう、指が入るというか入る、はい、そうなんですよ。やっぱり長くする分やっぱりね進入角度が増えるから、あグルーピングも良くなる、うん、いいっすね。グルーピング良くなる感じします。すあのなんて言えばいいんですかね、絡みつくじゃないですけど、コンドルの歌ってたあの良さと同じ。そうコンセプトがやっぱゼロストレスが、ゼロストレス継承されてるような感じが。そう結構ねこれなんかこう企画段階でスタッフとかに言うじゃない、はい、今今年の画期的商品はロングティップですみたいな話をチラッとすると、はあロングティップですかみたいな、うーんピンときてないんやけど、これね投げてみてわかる。でね俺こういろいろ研究して感じるのは、ダーツで一番大事なのってまあまあフライトもバレルも大事やけど、俺ティップやと思ってる。まあ絶えず刺さるし、投げてて感じる部分でやっぱティップなのよね、なのよね。まあもちろんバレルも大事だけど、その何絶えずこの良さが劇的に現れるのは俺はティップの部分と思うので、ティップの部分を大事にしたいと思って作ったのがコンドルチップアルティメット。いかがですか。いやすごくアルティメット感あります。アルティメット感がある。あります、あります。あやんま言われて、ね、いやこれ笑いが出るでしょうけどね、あの投げてもらわないと何言ってんだみたいな感じになると思うんですけど、投げたら分かりますね。投げたら分かる。あないんじゃないですか今までに。ちょっと衝撃でしょ。衝撃ですね。アルティメットです。いやまあそれとグリップ感やけど、はい、これね本当にね私事ですけど、うん、俺ってもうちょっと変わったグリップで有名なんやけど、やっぱこんなグリップなんだよね。やっぱこんな感じでグリップするんやけど、めちゃめちゃ楽。今までやっぱ苦しんでた部分があって、やっぱねこれ従来のティップだとね、これちょっとテイクバックの時ちょっと外れたりするよね、ちょっとこう先に行ったり。ただティップってさ一番デリケートじゃない、こうなんか曲がったりしても気になるし、はい、気になります。かなりデリケートだと思う。そう、うん、でそのデリケート部分をここを幹を太くしてここ動かさなくしたの、うん、だからこの辺グリップする人にとってはもうガチッとグリップ固まるから、うん、曲がるってことはない。今までの感覚で例えば今までの場所と同じグリップの形をやってたら絶対にそこ動かない。うん、いいですね。なんでかったら先じゃないから、うん、今までと同じようにグリップ握ってもらったらもうここで止まるから、うんうん、まあ先をこう持つことはないと思うんで、うん、今までのグリップと同じグリップでグリップしてもちゃんとここの軸が太くなってるので曲がらないっていう感触を得られます。もう本当に全てにおいてですね使い勝手のいい、コンドルティップアルティメット、これが2017年のスーパー画期的な商品です。ぜひですね皆さん一度騙されたと思って使ってみてください。絶対満足してくれると思います。はい、お値段は40ピース入り、税込み580円でございます。安いよね。安いですね。安いと思う。これ結構持ちますよ多分またまあ持ちますけど、はい、コンドルと一緒で、コンドルと一緒で相当持ちます。はい、持つと思いますね。もう本当すごく持つから、ちょっとストレスなんですか、あ違うなって思ったらもう変えてもいいぐらいだと思う。いやいや毎日変えてもいいですよ別に、曲がってなくても、まあ全然うん、いやでも変える必要ないと思いますね。すごい強い。いやいや一等ごとに、ティットショップ各店にはですね、ございますのでぜひ投げてみてコンドルティップアルティメットを感じてみてください。必ずいい商品だと思いますのでお楽しみに。そしてヤンマーも、アルティメットを使って頑張るそうです、はい、よろしくお願いします。頑張ってください。はい、頑張ります、はい、頑張ります。